はい、ダシマ動画チャンネルです。前回の動画でね、こちらのデラックス聖剣ソードライバーレビューしたんですけれども、今回はこちらデラックス聖剣ソードライバーを購入した人しかもらえない購入特典の秘伝の秘伝物語ワンダーライドブックを開けていきたいと思います。ダシマ、はい、というわけでね、我々は先行販売でゲットすることができましたので、一般販売よりもね先に、こちらの購入特典も開けることができます。さあではね、開けていきましょう。よいしょ。はい、じゃじゃん。おお、はい、こちらが秘伝の秘伝物語ワンダーライドブックですね。はい、このような感じになっています。絵柄近くで見るとこんな感じです。ゼロワンが映っております。その後ろにはね、ヒューマギアが映っておりますね。でさらに秘伝インテリジェンスがこう後ろにありますね。こんな感じです。はい、こんな感じになっております。こちらね、デラックス版ではなくね、食玩版のコレクタブルワンダーライドブックシリーズのものになっております。なのでここね、デラックス版はここにボタンがあって押すと音声流れるんですけれども、そういったねギミックはありません。で開くともう変身ページですね。はい、こちらにはゼロワンの左腕、そしてこちらにもヒューマギアがいっぱい映っております。でここにイズがいますね。このような感じになっております。はい、そしてあとはね説明書が入っています。はい、それじゃあね、変身遊びやっていきましょう。必殺技、必殺ドクター、ドラゴン秘伝必殺撃、ファファファイヤー、必殺ドクター、進化発動、ドラゴン秘伝必殺撃、ファファファイヤー。ちなみにこれ一冊で1スロット目に装填したらどうなるんでしょうか。やってみましょう。おお、やっぱ一冊でやった方がちゃんとそのワンダーライドブックの音声が流れるんだね。じゃあこのまま必殺技もいきましょうか。ライダーキックからいきましょう。まあこの辺は一冊でも二冊でも一緒なのかな。じゃあせっかくなんでね、こちら全て仮面ライダーゼロワンのワンダーライドブック、これをね3冊装填してみたいと思います。おお、すごい、いきますよ。
おーすごっ。はい、こんな感じになりました。めっちゃかっこいいじゃん。必殺技もいきましょう。必殺ドクター滅亡人類ペインズ起源瞬殺撃ファ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 イヤー。必殺ドクターファント滅亡人類ペインズ起源瞬殺撃ファ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 イヤー。はい、ちょっと順番バラバラになっちゃったんですけれども、滅亡人雷モンスターズとエイムズアニマルファイル、これね、個別音声聞いてみましょう。音声一緒だね。必殺ドクター滅亡人類必殺撃ファイヤー。必殺ドクターファント滅亡人類必殺撃ファイヤー。エイムズアニマルファイル。はい、変身音は一緒なんですけれども、ここの発光の色がね、違いますね。必殺ドクター、ペインズ必殺撃、ファイヤー。必殺ドクター、レッカー、ファント、ペインズ必殺撃、ファイヤー。はい、というわけで今日はデラックス聖剣ソードライバーの購入特典、秘伝の秘伝物語ワンダーライドブックを紹介しました。こちらですね、今ね、食玩で出ているコレクタブルワンダーライドブック食玩01の滅亡人雷モンスターズとエイムズアニマルファイルを持ってると、さらにね、連動遊びが楽しくなります。まあ、こうやって組み合わせ次第でね、こう変わった音声が鳴るみたいですね。これは楽しい。皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。